ライブを始めてまいります。今日のテーマはですね、まあちょっと注意喚起をしたいと思います。Facebook の怪しい友達というお話です。まあこのライブ配信、Facebook ページでやっているので皆さんもね、Facebook に登録されてご覧になっている方多いと思います。乗り鉄旅行会とか、 鉄道模型で遊ぼう会という Facebook グループも運営していますので、いろんな方からですね、友達申請が来たり、あとグループにね、参加申請が来たりしております。でですね、まあ、たくさんの方に参加してもらえるのはもちろん嬉しいんですけれども、これちょっとね、この人怪しいよなと、この人ちょっとグループに入れるとまずいよなっていう方が正直います。 で、どんな方がね、えー、怪しいと、まあ、私が判断しているかっていうことなんですけど、ま,あ、まずですね、えーまあ、明らかに外国人の名前の方ですね。えーまあ、外国人が全て悪いとかそういうことじゃないんですけれども、あのー、 まあ外国人で、まあ明らかに日本で、まあ日本に在住しているとかですね、日本人の友達がいるとかいうわけではない、もう完全に外国の方がですね、友達申請をしてきたり、グループに参加申請をしてきたりすることがあります。で、まあ明らかにですね、えー、そんな方と友達になれませんよね。えー、会ったこともないですし、まあ、基本的に Facebook で友達になるのはリアルに会ったことがある人だけです。基本的にはね。えー、まあですけれども、まあ、 あの、SNS とかで知り合ってね、えー、で、そこからあの友達になるっていう可能性もありますけれども、まあ、いずれにしても何の接触もない方と友達になるっていうのは、まあ、やめといた方がいいです。はい。時、ま、々、あ、ね、まあ、綺麗なお姉さんの顔写真のプロフィールでね、えー、友達申請が来たりします。 まさか皆さんね、男性の皆さん、あの、なんか可愛いなと思って友達にしたりしてませんか絶対ダメですよ。そんなのね、あの、嘘に決まってますから。あの、女性の名前を使ってるけれども、中身男性とかね、まあ当然、あの、悪意を持って、まあ何か情報を盗んでやろうと思ってね、友達申請をしてくる、アカウントって必ずありますので、あの、まあ知らない名前は絶対に登録しちゃダメです。 で最近ね、ちょっと私のグループに申請がね、もう本当に1日に何十件って来たことあるんですけど、えー、名前はですね、あの、日本人の名前なんです。ただし、ローマ字。えーまあ、ローマ字でも別にね、あの、まあ、海外行ってお仕事してる方とかはね、えー、グローバルに、えーまあ、お友達がいる方もいらっしゃるので、まあ、ローマ字の名前でもいいんですけれども、 えー、プロフィールが、一応プロフィール二子も設定してあります。えー、カラップじゃないです。なんですけれども、えー、メインプロフィールですね。その人のプロフィールページを見ると、何にも書いてないと。えー、何の投稿もないと。で、参加したのが2週間前とかね、つい最近だというアカウントがですね、もう本当にね、1日に何十件と来まして、これはもう明らかにおかしいなと。 で、まあ、ちょっと最初の頃は、んー、まあちょっと参加したてなのかなぁと、だけどまあね、自分に興味持ってグループ申請してくれてるんだったら承認しようかなとも思ったんですが、ちょっと思いとも止まってね、ちょっと様子見ようと思って置いてたら、案の定と言いますか、まあ、同じような怪しいアカウントでどん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 申請が来ましたね。あ、これちょっと登録しちゃダメだなというのに気づいて弾くようにしました。 まあそんな感じでね、あのー、まあ友達申請とかね、グループ申請されると嬉しいので、まあ一人でも友達増やしたいなと思っちゃいがちなんですけど、やっぱりね、知らない人からの申請はね、8位いといた方があの無難です。で、なんでの登,録、えー、登録しない方がいいかというと、やっぱりそういうのって明らかにですね、あのー、自分、こちらの情報を抜き取ろうと思ってるわけです。えー、要は自分のね、えー プロフィールページにですね、えーまあ、例えば、勤め先ですとかね、住んでいるところであったり、果ては、投稿でですね、家族の写真とか、えー、どこそこ行ったよとか、何々買いましたよとか、もうそういうのって全部もうね、あの、見る人が見たらもうとっても美味しい個人情報です。 はい、あ、この人はこういうのが好きなのかじゃあこの人にはこういうのを売ればいいんだなとかね。えこの人には子供がいるのかじゃあ子供向けの何々が売れるなとか。えーまあ、そういう情報を見てですね、なんかものを売りつけたりですね。あるいはそういう情報をまとめて誰かに売ったりとかいうのはね、できちゃいます。えー、のでね、そういうことを想定してですね。 えー、付き合わないと選んだ方がいいです。で、私もちょっとよく思うんですけど、あの、まあ、Facebook、まあ、実名登録が原則なんで、まあ、名前はま、実名するべきだと思いますし、偽名とか、ニックネームとかは絶対使うべきではダメです。はい。あの、なんてうも明らかにニックネームですね。えー、まあ、周りからそう呼ばれてるから、それを、ま、Facebook の名前にしてるっていうこともあると思うんですけど、基本は、 Facebook 実名ですので、えーまあ、通称といいますかね、よく言われている名前であっても使うべきではありません。もしそれいうのを使うんであれば、あの、個人ページじゃなくって、あの、Facebook ページっていう別のページがございます。あの、会社さんとか、あの、個人事業されてる方はよくそっち使ってますけれども、個人でも、あの、ニックネームとかでね、登録をしたいというのであれば、あの、個人登録とは別に Facebook を ページを作って、もうそちらの方でメインであの投稿とかされるといいと思います。ので、まあ、基本的には実名ですよね。で、実名登録はいいんですけれども、あと、生年月日とかね、電話番号とか公開してはダメです。あの登録するところはあるんですけど、生、まあ、年月日も入れないといけなかったとは思うんですが、あの非公開設定にできますので、あの、 安易には公開しない方がいいと思います。あの、まあ、Facebook も本当に親しい友達にしか見せないというふうに決めているんであればいいんですけれども、あの、まあ、であってもですね、あの、まあ、本名があって、まあ、生年月日とか、まあ、住んでいるところの情報があれば、まあ、大抵、あの、個人特定できますんで、あの、公開しない方がいいです。まあ、よくね、あの、Facebook だったの、 誕生日公開してるとね、誕生日が来ると、何々さんの誕生日ですとかいう通知が来るんでね、まあそれで誕生日おめでとうとか、えー、ありがとうございますとか、そういうやりとりをするのが楽しいんですが、それはですね、も、ま、う、あ、本当にごく親しい人とだけ繋がっている時にしてください。あのー、自分のアカウントっていうかな。 プロフィールをもう公開しててもいろんな人を友達にしている。もう本当に100人、200人、まあよくわからない友達も含めて登録しちゃってるという方はですね、あの個人情報をなるべく非公開にした方がいいです。まあ逆にその、えー、Facebook の、えー、アカウントをですね、まあお仕事とかにも活用していると。まあ個人事業をされてるねか、えー、なんか教室を開いてるとか、えー、趣味でサークルをやっているとか、そういうので活用してますっていう方は、まああのー、 ま、ある程度ね、個人情報も載せておかないと、あの、親しみを持って <laughs> ね、付き合っていただけないので、え、ある程度は仕方ないと思うんですが、ま、悪用されないようには気をつけた方がいいと思います。私も以前はですね、千年月日公開してたんですけれども、ま、今は非公開にしてます <laughs>。ま、以前見てた方は、ま、あの、ま、控えてる人はいないと思うんですけれども、あの、ま、私の誕生日ね、知ってる人はいると思うんですけれど、今は非公開にしてます。やっぱりあの、 ね、やっぱりいろんなね、お店とかで、えー、会員登録とかするときに大抵、あの、名前と、まあ、生年月日と住所ぐらいで、ね、まあ、止まって、電話番号かな、ぐらいで個人情報を、ね、入れて登録できますので、まあ、その情報あったら、あの、私じゃない人が私になりすましてね、いろんなところに登録とかされちゃいますよね。まあ、そういう技リスがあるっていうことは想定しておいてください。あとね、まあ、こういう人怪しいなっていうのはね、 やたら友達が多い。えー、まあ、個人なんですけど、友達がね、えー、2000人、3000人いると。まあ,あの、まあ、有名人とかね、まぁ、Facebook を使って仕事をされている個人事業主、経営者とかであればですね、まあ、そういうこともあるかなとは思うんですけど、まあ、ごく普通の人がですね、まあ、2000人、3000人との友達いるのって、まあ、ちょっと怪しいなと思った方がいいです。 まあ、まあ、あの、正当に、あの、友達が多いとしてもですね、えー、リアルに会ったことがない人であれば、ちょっとね、確認するまでは友達にしない方がいいと思います。はい。まあ、ちょっとそんな感じでね、えー、私もずっとこういう Facebook とかね、グループをやって、あの、 やっと分かってきましたけれども、初めの頃はよく分かってなかったんでね、なんか友達申請来たら、えーあ、まあなんか悪い人じゃなさそうだなとか思ったらねあの、登録してたりするんですけど、最近はだいぶ警戒しております。だから私あのあの、Facebook の友達少ないです。百数十人ぐらいしかいないんじゃないかな。えー、本当にリアルだった方で、えーまあ、面識のあるような方しか登録してないので、まあ、別に数を増やすことにこだわりはないです。はい、あの、 大勢いることよりも、本当に、あの、心から <laughs> お付き合いできるような方だけを友達にしたいと思ってますので、まあ、あの、数を競うんじゃなくて、本当にね、えー、中身、えー、質でね、えー、友達を増やしていきたいなと思っております。ということで、ちょっと今日はね、注意喚起、えー、こういう Facebook の友達には気をつけようというお話をいたしました。<music>